名前に浮かんだよ。そう、ハバパパ。よし、やろうか。これ開けてみようか。あら、あれあれあれ、なにこれ。魚。お手紙ですか。はい、クリスマスにと思って手配していたお魚が届かず今になってしまいました。いや、私どもの住む地元のお菓子とともにお送りいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。店長、お魚届いたら店長好きなお魚。いや、これ動くやつやな。にも、うん、だからこれ充電しなあかんから今動かせられへんけど。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。これは楽しみやな。お、なにこれ。わ、これ噛んでこう開くやつやわよね。これ開けてみましょう。ちょっと開けてみようか。うん、今いただきました。わあ、これなんくるみっこ。お、ほら、お、かわいい。っていうかこれカンカン置いとけるわ。これくるみっこって有名ですよ、聞いたことあります。え、このカンカンめっちゃ良くない。これワリさんに言うたらこれワリさん欲しいって。かわいいですね。これかわ、ほんまや、かわいい。お道具箱でもこれ使えるよね。ねえ、ありがとうございます。この開閉式のいいな、これ。カンカン、え、これがなんだ、かわいい。ごま入り。じゃあごま入りあって、何これ、焼き菓子って書いてある。へ、あ、ハトサブレ。おお、あ、多分これハトサブレ。いや、ありがとうございます。嬉しいな。ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございます。じゃあありがとうございます。またいただきました。お、ちょっと待って、お手紙もあるな。すごい、こんないただきました。これはてんちゃんのチビプレアの、あ、お皿。うん、うわぁ、しかも斜めになってるよ。てんちゃん斜めになってる。レンジでも小型犬専用フードボール。あら、かわいい。ありがとうございます。これいいですね。だって私の住んでるところにあるソース屋さんのソースやって。わぁ、嬉しい。なるほど、 UFO にも父ちゃんの好きな UFO。 ペヤング、ペヤングに、あ、そうか、ほんまやね。ペヤングに使ってますね。今度やろう。ペラヘラで、これか。我慢してくれ。すごい。ひどい。同じよ。ソース。ソース。あ、これか。これソース屋さんのこれか。美味しいわ。それもでも。このモスターはちょっともったいないな、かけんのは。お菓子屋さんのドラ焼きやって。てんちゃんグイー。有名なドラ焼き。てんちゃんグイーってなってる。てんちゃんこれ有名なドラ焼きやって。有名な。有名な。で、これ人が好きなので、オーバーソース。じゃあグイーじゃなってるよ。でこれすごいな、これパインみかん、パイナップルの味がするみかんなって。そんなのあるんだ。食べてみたい。食べてみようか。うん、ちんちゃんもちょっとぐらいいけるかもよ。うん、なこんなちっちゃい。できたできた。香りはどうですか。まず花小松分かれへん。そんな、ちょっとすごい今パッてもかはったでしょ。パインの匂いがふわっとしましたよ。やばいな、花粉の時にやる。私は似合ってますよ。すごい。あ、もう。まあまあ確かにちょっとほのかにする、俺は。あの、でもこうしただけでも、匂いだけでも、確かに、パイン寄りのみかんの匂い。皮は薄いですね、そう。かくのいい香りあるの。パインみかんなんてあるんですか。初めて聞いたな。ちょっと。でも剥きにくいね、すごい。薄いですね、皮、うん。頑張って剥いたで、ほら。ピキーン、ちんちゃん、パインみかんやって。え、でもちゃんと粒がある。ほら、みかんや。嫁食べてみ、1個。1個が取れへん。早く。はい、嫁。あ、じゃあいただきます。うん、パイン。嘘、またまた社長。でも、粒はみかんですけどね。粒もパイン。粒もパイン。うん、食べてみ。食べる。お、パイナップルだ。てんちゃんもパイナップル食べてみる。すごい、パイナップルな、これ。パイナップルですね。なにこれ、美味しい。はい、どう。パイン、てんちゃんパインってあんま食べたことないか。パイン自体食ったことないね。ハンバーグだ。いや、すごいね、これ。これは驚き、驚きのパイン。
パインやん。パインだね。こんなんあんの。すごい。ケンちゃん。めっちゃパインやこれ。この夫婦何パインパイン言うてんやと。パインパイン。パインパインって。パイン。ペロッて。パイン。ペロッて。すいません。セクシャラ。セクシャラで言います。セクシャラ発言。いい感じでね。パイン。パイン。セクシャラ。セクシャラ。セクシャラ。パイン。ボボーン。ボボボボボボボすごい。あ、うまくかけるわ。てっちゃんもしてるな。てっちゃんもてるな。あげるあげる。あげる。ちゃんとあげろ。白いのね、取ってな。白いのおっさんが食べるでな。鼻今出てるからか。はい。おいしいね。持って帰った。どっちちょうちゃん。お手紙がかわいい。はい。おお、達筆やな、みんな。みんな自由ま。いつも YouTube 楽しく拝見させていただいています。テムさん、ダナさん、ゆめちゃんのおしゃべりに癒されまくりです。ゆっくりでいいですよ。感謝しています。ありがとうございます。うちにも実家にも、うちの実家にもかわいいシーズン女の子がいました。小粒ちゃんやって。小粒ちゃん、うん、でも去年の11月28日に16歳で亡くなりました。おうん。頑張っててんて。ねえ、そうか。うん。15歳になり、どんどん意思疎通ができて、お互い分かり合えて愛しくて、今まで最高の関係になれたのに。うん、なんで、うん、なんでこんな授業は寿命が違うんだと思いました。そうね。うん。でも1年間体重が半分になっても頑張ってくれてって。てんちゃん。てんちゃんも頑張ろうね。亡くなる2日前まで自分でトイレに行ってたって。ぶつぶちゃん。頑張ったって。なあ、県政をしっかりと生きてんな、ね、また会おうねっていうことですね。そう、小さい頃からいろいろアレルギーがあってんて、留守番しても体調壊して弱い子やったけど、でも最後は強く言って、最後教えられたと。強い子やってね、繊細やけど強い子やったよね。すごい、亡くなってから寂しくて会いたくていろいろ考えたって。うーん、しゃべり可愛いテンポさん見せてくださいねって。花粉症に秘伝スピローサがいいと聞いてお茶を飲み始めましたって。秘伝、え？秘伝スピローサ。かっこいい、強そう。秘伝スピローサかな。え、全部カタカナですか？そう。あ、なるほど。秘伝のソースの秘伝とかじゃなくて？そう。秘伝スピローサ。特に今日一番最近の中で花粉マックスやから。だってマックス鼻の穴広がってますもん。そうやな。だってマックス鼻の穴広がってますもん。そうやな。こんな俺鼻の穴広がってへんからな。広がってへんからな。俺はほんまもう鼻の穴、指入らへんぐらい。漫画通りやけどね。あ、帰ろう！あ、小粒ちゃんの写真？てんちゃんの横にじゃあ。てんちゃん、小粒ちゃん、あらー。ありがとうございますって。かわいいね。あら、たくさん。こんな感じで。ありがとうございますって。お手紙大切に保管させていただきます。ありがとうございます。てんちゃん、よかったね。ありがとうございます。じゃあ皆さん、いろいろありがとうございました。ありがとうございました。花広がったまま、さようなら。ちいちゃん、ちょっとどいてくれる？今撮ってるからどいてくれる？どかないのね。ありがとうございますって。ありがとうございます。ティータイム。ちいちゃん、おじゃぶあるで、座ったら？なんで、ハサミがあるやん。これ、肩結びになってしまった。蝶々結びやったのに、ギュってたらビンって肩結びになった。こう。いや、爪切りで。黒松。うわ、黒松のですね。お、わお、あ、おいしそう。いただきまーす。これ、何これ。いただきます。はい。中はどんな感じ？わぁ、うん、すごい。なにこれ、おいしい。
人工着色料とか、ほとんど一切使用してないって。鼻めっちゃ広がって。めっちゃ見てるね。ハンバーガーみたいな。あんこが美味しい。なんかパンが、パン生地、かな。従来のドライクとちょっとちゃうやん。なんかちょっとホットケーキみたい。ああ、しっとりしてるの？ふわっとして、しっとり。すごい美味しい。見てますよ、って。ありがとうございました。お散歩行ってきました。はい、ちょっとな、散歩行ってきたよ。何が入るの？お魚、お魚、お魚、全然お魚、お魚、お魚、お魚。静だから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 。